ロケバさんへの追求は終わった。ロケバさんらしいのは5日で決まっとった。ほんま急遽なんか急遽過ぎ。全部言うじゃん。本当はなんかどっか行こうとは思ってたんですけど、僕その休み入る前日ぐらいに熱出して普通に何でどこ行こうとしとったの。女の子とまあちょっとどっか出かけようかなと思って。女の子、山さんの今の本命みたいな。そういう時言っていいですか、うん、ぶっちゃけそうです。ああ、どんな子なの、ファンなのか。あ、全然違います。インフルエンサー。いや、でもインフルエンサーってわけでもないです。なんかまあ別にその活動自体はその有名になろうと思ってやってるわけじゃないんですけど、多少ちょっと感じてるぐらいです。だから別にそんななんかそれを本職でやってるって感じじゃないです。全然どこでそんな人と知り合う。最近僕の友達が結婚したんです。そこからのつながりです。僕もなんか別に紹介してほしいみたいな感じ出してなかったんですよ。でそういうぐいぐいなんか紹介してくる系の友達なんです、そいつが。どこが気になっとんねん。一番はやっぱ顔っすね、僕は。圧倒的に。え、それはそうでしょ。圧倒的に顔です、むっちゃ可愛いです、うん、あのどっちかというとちょっと大人っぽい感じです。前髪ないんで身長も高いんですよ。165ぐらいあるんで。その子と過ごしとったんじゃん。あ、そうっすよ。マジで関係持ってないです。だからまだ浅いんだよ。だから別に僕行ってないのに勝手に腕枕とかしてくるんですよ。ええー。だからさ、頼むさ、僕はお願いしてないけどって別に拒否したら嫌、消えるだくせに相手のせいで。いや、もう、じゃあ、なんかそれで、いや違う、それで腕枕してきたみたいな絶対言ってくるじゃないですか。え、どうせお願いしたんでしょとか。嬉しかったそれ。いや、嬉しいでしょ、そら。ありがとうって。ありがとう。